はい、ということでどうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、なんと企画をしていこうかなと思うんですけど、皆さん何だと思います？わかんない。ちょっとね、企画をしていこうかなと思うんですけど、その企画というのは、キルするたびに、もしくは死ぬたびにもうシュークリーム食おうかなと。やっぱね、この季節ですから、やっぱ糖分はね大事だということで、もう死ぬたびにキルするたびに、シュークリームを食べていこうかなと思ったので、今回たくさん買ってきました。山ほど買ってきたんで、これを食べていこうかなというふうに思います。じゃあちょっと毒味でちょっと早速食べていこうかなと思います。で、32個あるんでペース、あ、やば、うまっ。食べたらわかる、うまいやつやん。やばい、シュークリーム食べたくて、キルオアですで食べていこうかなというふうに思います。やっぱあ、いるね。 YES I DO IT! エイム良すぎ。いるね。YES I DO IT! あー、2個食べなきゃ。いや、忘れてた。あ、うまっ。うますぎー。これ落ちちゃう。いける、いけますか。怖い。ういえ、今の1キル分だよな。ああ、あっす。はい、エイムもさ、あざっす。はい、シュークリーム2個。あ、うまっ。シュークリームがおるぞ。何やってんのあいつ。おい、シュークリーム逃げるな、お前。おい、シュークリーム、待てよ、シュークリーム。やばい、あ、たま、え、なになに、 What? 危ない。やらかした。あれ、1キル分は食べたんだよね、今。1キル分は食べたから、バツのシュークリームを食べていく。うまい。めちゃくちゃうまい。まだ美味しい。まだ美味しいわ。ヒロアカはね、ちょっとアニメで見てたんですけど、ヒロアカはちょっとね、きついっすね。ハンターハンターっていうアニメをちょっと見てたんですけど、自分の父がハンターで、で、それを会うためにまあ主にまあやってるアニメだと思うんですけど、なんかね、もともとなんか能力というか才能があって、12歳っていう若さでハンターになるんですけど、もともと強いんですよ、なんか才能があったり。でも僕のアカデミアなんちゃらっていうのは、ヒロアカか、ヒロアカはその伸びたみたいな感じなんですよね、僕のイメージ。伸びたみたいな、伸びたのイメージなんで、どう
いもん助けてみたいな。でも本当に好きな人には申し訳ないんだけど、そんな感じがしちゃってあんまり好きじゃないなっていう。なんかヒーローに気に入られてその能力をもらうんすけど、だから彼の成長はまだ知らないんで、もしかしたら今後強くなる可能性もあるんですけど、ちょっとそれまでにちょっとハマれなかったっていうのが正直ありますね。ワンオーフォー、そう、うわ、何いるん？あ、いたいたいた。あ、シュークリーム1個。オーケー、シュークリーム。うますぎー。おー、感覚エイブでありがとうございます。 Thank you。 シュークリームいただきます。やばい、オーマイゴンネス、ジジー、シュークリームいただきます。あざっす。なんか来た、うわやば。お前が入ってくるか、最悪や。食べます。服買いました。ちょっと暑かったんで見てください。じゃじゃーん、シュークリーム。なんかたこ焼きみたいだよな、シュークリームって。たこ焼きっぽくない？うん、うわあ最悪、 SMG だこいつ。うわあ焦った。行って、うわー結構まずいんじゃない。うわー、はい、キル分デス分やばい、マジきつい。まあもう、やめよう、危ない、やばい、もうギブギブ、もう気持ちいい、きついっす。いやもうきつい、もうやめよう、いやもう無理無理、やめよう、もう無理。はい、ということで僕のシュークリーム、最高記録はまあ23個っていう記録で、今回はよしとしましょう。はい、今回は23個という記録で終わりました。もう僕はやめます。